ウェルカムトゥーシルチャンネル、どうもシルビです。ガンダムジオラモフロント、よし噛んでない。いきますよ。量産機、エビバルカン6機。まあ1日1回か2回ぐらいでいいかなとか、がっつりやるっていうゲームではないから、逆になんか細く長く続けられるのかもしれないような気がしています。これが1日なんか1時間2時間がっつりかかる、1回でなんかね、がっつりかかるっていうとちょっと困るんですけど、まあ大体1日30分もかかんないから、そういう意味では、意外といいのかもしれない。逆にその10日間とかかかるのはね、いいじゃない。ビグザムが量産の暁には3連勝、連邦なぞあっという間に叩いてみせるわ。階級戦はちょっと今回スルーしました。ちょっとね、まだやっぱ準備ができてなすぎる。うわすげえ、これに勝ったか。エース2機、2機ですよ。新しい戦艦ですね。おお、何十パーギリ。グフイグナイテッドがいるじゃないですか。いいなあ。私ももう来てるはず。あ、まだ、まだでした。嘘ついた。ね。やれることがあんまないよねっていう。まあ、このイベント、今日のデイリークエストやって。量産機のみ勝敗に関係なくっていう。その勝敗に関係なくってひどくない？案外この S2 機で量産機少なめでクリアした方がなんか金かかんないからいいよね。いや単価が高いんですよ。単価が高すぎるから抑えるためにマグナアップ使うかみたいな感じになっちゃいますからね。だけでも5機でも十何万、10万超えちゃう。ね、20万しかもらえないの。ニコンがガンガンレベル上がってくな。置いてるからね。ティオレンタオ2。タオ2。中国語みたい。あ、ブラスインズレベル上がる。始まるのか。EG8 はもう完全に防衛キャラです。ついに攻撃力が1000を超えた。で、50になったらなんか運用しようかなと思ってて。こいつは、メタリックが使うよりも。あ、デスサイズ、面白そう。デスサイズ使ってみようか。おう、いつでもいいぜ。元気だな。サンドロックかい。サンドロックかい使ってやる。いや、また会えたで。嬉しそうだね。すごくすごく嬉しそうで好きです、そういうの。また会えたねっていう。こっち方面から攻めつつ行きます。なぜこっちじゃないのか、それはここを、サンドロックでこう殴らしてゲージを貯めつつで20秒間っていう風にやろうかなと。ジャマを使おうかなと。こっちか、こっちから攻めた方がいいかな。壁2つあるからね。こっちか。いやー、だけどこれに絡められるとめんどくせえな。
これだと結構これで このこいつで削られちゃうから。そのとこっち方面ですね。こっち方面ならブリーフィングが結構大事ですよ。ああ、行ってくるぜ。いや、お金が欲しいんですよ。お金が欲しいからお金をケチって結局クリアできなくてとか言ってそのパターンあり得るな。マニーマニーマニーですよ。こちらカトル、行きます。こちらカトル、鉄器を捕捉しました。こいつ動きに無駄がない。行きますよ。早く脱出してください。もっと周辺の動きに注意を向けるべきだな。強くならなきゃいけないんだ。力が欲しい。よし、盛り上がってきたぜ。からは逃げられねえぞ。おー、すげえすげえ。じゃあ待って、これか。いいね、邪魔。まだまだいけるってんだよ。いただきだぜ。うわー、面白いね。しかしマグナアックいらなかったな。ガンダムサンドロップを使うんだったら。マグナアックは完全にあんまり役に立ってない。サンドロップが同じ。サンドロップガーディアン万が一使えるんだね。そう思うとね。と思った。ガーディアンエース。これ1個壊したら終わり。70% ですな。めっちゃ HP 増えてる。攻撃力めっちゃ増えるね。お、リゼルの来たやつ1増えた。やったね。うん、やり方次第って感じですな。今までずっとね、同じのやってたけど。ショッター。一回指摘をしなきゃいけないんですね。だけど、ここのエリアでやるのもな、せっかく勝ってるから。ショッターだけのタイプでやって失敗したら、もう指摘ですかね。それだね。いやね、ショッターだけでここ大変よ。イベントがクエストに振り回される男、シルビーがっつり振り回されてますけど。
始まるのか。経験値、まあ大破すること前提なので、あのレベルが上がるキャラ1ヶ月に使えなくなってもいい。やっぱフルオープンですね。エビアも問題はない。エビアをここでベッて使って、ここにボーンと打ち込む。どの道出なきゃやられる。戦闘記録001、記録者名トロワと名乗っておこう。ね、これ貯めるでしょ。障害を排除、次の目標に向かう。行きます。こちらの戦力を把握する前に行動を起こすべきではなかった。立ちはだかる者は誰であろうと倒すだけだ。手慣れたパイロットだ。でも動きは読んだぞ。目標を捕捉、排除する。こいつは俺が、こいつは俺が。また戦争がしたいのか、あんたたちは。お前は私を苦しめるために作られたのか。全兵装を使用、深い、行け、一気に殲滅する。よし、行け行け。よし、次の目標に移ります。障害を排除、次の目標に向かう。目標を捕捉、排除する。負けるもんか、こっちだってガンダムだ。これいいんじゃない。こいつは俺が。負けるもんか、こっちだってガンダムだ。目標を破壊した、終わりだな。なるほど、的確な攻撃だ。俺は今まで何度となく死ぬ運命に逆らってきた。今度も逆らわせてもらう。よし、次の目標に移ります。損傷拡大。目標を捕捉、排除する。あいつだ、許せないやつ。こいつは俺が。これより目標を破壊する。障害を排除、終わりだ。次の目標に向かう。あと少しだったのに。ここまでか。ああ、まだ結構困ってました。ちょっとだけで。守るためには敵を全て倒すしかないんだ。シュッターだけで頑張ったよ。80杯いったからね。ほら、破壊率 100% ぶっ潰すぞ。もうちょっとしような。はい、 OKOK。これはガンダムデスサイズの出番だな。おお、デュオ様の出番だな。だけどこれはやっぱこっちです。こっちでいい。おお、デュオ様の出番だな。まあお金をかけてもしゃあないわな。しゃあないわ。あるっちゃ。
ここでまたエースを貯めつつ、エースのね、邪魔を貯めつつ、なんでここ微妙に開けておくのか、ここ開けるべきじゃないんじゃないか、ここは。まあ多分、愛と砲台とかそっち側集中して置いてるから、こっちから来させるのを、ね、誘導してるんでしょうけどね。どうだろう、空も一気入れておくと、じゃあ、空も一気入れておくと面白そうだな。あ、そういえば、ドムトローペンとか出たんですけど、ちょっともうすでに時代遅れかなっていう、私のランクでは。初期だったらいいんですけど、本当は使ってあげたいんです。あ、ジェスタ、そうそう、砲台、ジェスタがまだ出てきたんだ。新世代ジェスタ。ね、砲台優先なんです。これ大きいよ。14万。すごい、ギリギリ。ちょっとコストを抑えつつ16万とかになっちゃうからね。この絵空はどこだろうな。1万8000より安いやつ。だってこっち、あ、これいいね。これはいいんじゃない。サンキューウォリアーの射撃、射撃いいんじゃない。コストもそこそこ。もうちょい入るの力見せてやるぜ。もうちょいお金が入ってほしいね。してやるぜ。さて、これならいけるな。ガンガン行くぜ。ガンガン行くぜ。ここからがデスサイズの本領発揮だぜ。さあ行きましょう。いじめるのをやめて私に優しくしてよ。あいつもジャンク屋か。同業者だからって手加減はしねえぜ。あんたもジャンク屋か。いただきだぜ。貴様のようなやつはクズだ。生きていちゃいけないやつなんだ。やばいやばい、相手にいいようにやられてるかん。これならなきゃいけないんだ。力が欲しい。やばい、これはやられた感。こっちから来るべきだったか。まあだけどお金は手に入れたからいいやという感じで。よし、これで今は土壌が気持ちいいぜ。するという大義名分を得た。勉強になりました。まあお金は手に入ったからいいかな。そうだよ、そうやればいいかも。せっかくやったんだから、あっちから左側から砲台無視で入らせつつ右から攻めるって感じでが正解でしたね。失敗。そんな感じで一応ちょっと切ろうかなと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シビでした。